みどっかが私風邪ひいちゃって急にお休みされていただいて皆さんにご迷惑をかけたしました。でいろいろ心配してくださった方もあるわけですが、どうもありがとうございます。おかえさんともう、全開してまだちょっと声がおかしいかなとは思うんだけど、まあ、だいたい顔色から見たら、おい、元気だ3月の時にこの陰謀の巻をちょっと残してるんで、これだけ読んで、それから仏性の巻に入りたいと思います。で南岳山無最大師、南岳山無最大師、これは石頭大師のことなんです。高山南寺の石像に庵を建てていた。それで石頭大師、石頭和尚って、ね、時の人が呼んでた。で要するに石頭稀勢大和尚が三道会や草庵の歌を作った人。その石頭和尚に、ちなみに薬さんと薬さんが聞いたんですね。三条十二分教暴行をほぼ知る、かつて聞く南方にして直視妊娠検証成仏、実に未だ妙量なら、伏して望む楽は和尚を慈悲信じしたまえ。これ薬さんの問いない。薬さんという人は、大体がお経を講釈する人だったんですね。だから薬さんはもと講釈たるなり、三条十二分教は通理せりけるなり、大体ね、しかあれば仏法さらに毎年泣きなごとし、昔は別衆いまだ起こらず、その品の昔の頃はね、まだいろんな宗派が起こっていない。それでお経をね、三条っていうのは正門円覚菩薩像ですね。それが三条だ。で十二分教っていうのはお経のね、形式だとか、それから内容からいってね、こう十二に分けたんで、まあ大体お経ってことですね。そのお経をよく勉強してる。だから勉強することが経学の家風だったその頃ね。だから今の人多くどんちにして各格の修士を立てて仏法を卓量する、仏道の発祖にあらず。まあ今の人はいろいろな宗派を立てて、そしてその宗教たちでいろいろなことを言う。これはまあどんちした話で、仏法を卓量するって測るんですね。そういうハットにある本当の測り方じゃないですよ。で大師曰く陰もや太く不陰もや太く、陰も不陰もそう太く、何時その三つね。これがあれですね、薬さんの問い、直視妊娠検証成仏って、これはどういうことですか。要するに直に妊娠を指してな、それで生を見て仏となると、こう、まあ送り方振って読めばそうですね。それで我々の自身の心ってね、これはまあ本当真理っていうことじゃないね。私がいつも言う生命の実物だ。それを指さして、そして自分自身のその性ですね、自性、仏性、仏性、こういうのを見ることによって初めて成仏するって、こういう、これがまあ禅門の達磨さんの
ですね、ダルマ文化やり方です。そういうのは一体どういうことですかって聞いた。それの問いが陰もや不徳、陰もや不徳、陰も不陰もそう不徳、何時その三って言うんだからね、これが答えだそれで、そういう、検証状っつった証ってね、こういうのはどういうことですかって、それはこうであるっていうね、それが陰も、陰もや不徳、陰ももまた不徳、不陰ももまた不徳、陰も不陰もそう不徳で、何時そもさんって言われちゃったら何だかわけわかんない。ところがね、大体我々いつでもそれは何かってね、何かっていうの、まあ子供は何かって言ってみんな言うけど、これはまあ子供の答えだ子供の問いだ。本当は何かって言ってね、これは何であるってね、もし言うとしたら、そういうこれは何々であるってね、これはコップである、その時にね、結局人間の分別意識が働いて、そしてその分別でもってこれは他のものじゃないコップであるとこう規定し断定するわけですね。だからその時に人間の、いわゆる意識が働いてる、分別意識が働いてるわけです。それで実物そのものじゃないもの、実物そのものはね、私はコップですって言ってるわけじゃない。雲だって俺は雲である、俺は水蒸気の凝結であるって言ってそう宣言してるわけじゃない。ただ雲は雲してる、それを人間が雲を見てあれは水蒸気の凝結だと理解し、それを雲と名付けてるわけだ。で、まあそういうもんであってですね、だから人間理性が働いて初めて何である、こういうことだ。それで本当の実物は何かっていうとね、これは何とも言えないもんだ。それでそういうのをまあカントは物自体っていうね。それでところがカントは物自体があるって言ったね。この我々の見ている現象世界の奥に物自体があるっていう、これは言い過ぎだ。物自体があるって言ったら受験ですね、結局もうあるって言ったら受験になる、あるいは条件になるそれじゃないのかっていうと、我々見ている現象世界の奥にそういうもの自体が、そんなものはないんだってもし言ったら、これは無限だ、あるいは断言だ。というのはね、その物自体はただ物自体してるんだって、それでそれをあるって言ってたら変です。あ、見方だ、一つの見方だ。それであるいは無って言ったらまた無っていう見方だ。それでそういうのを無限といい、あるいは無限といい。だからあるって言ったら行き過ぎだ、ないって言ったらまだ足りないんだ沢木老師がよくそう言ってたそれで本当の実物っていうのをね、何かあったら有と無と分かれる以前だその有と無とっていうまだあるとも言えない、ないとも言えない、有と無と分かれる以前が実物だね。でこれを よく私がここでも引用する
言葉ですがね、あの如実に如実に滅を感ずる者は右見正です。如実に呪を感ずる者は無見正です。これを正見となすという、あの阿門経のことはよく、ね、これ如実に実のごとくだ。実のごとく呪を感ずる、呪って集まってる、それを見るものはないとは言えないもの。しかしながら如実にまた滅を感ずるものはないとは言えない。で、事実水蒸気の凝結しているものが集まってるっていうのをね、見る限りそこにないとは言えないもんね。それで雲はないわけじゃない。しかしながらそれはあるのかと思うとふっと消えてどっか行っちゃうで、そういう滅を感ずるものは本当はまたあるとは言えない。で、ないとは言えない、あるとは言えない。みんな本当はあの、まあ、みんな偉そうな顔してるけど雲みたいなもんだお互いね、ひげ生やしたってそれだって雲みたいなタバコ飲んだって雲みたいな。それで如来は中道を説く。これあると言えない、ないと言えない。で、そういういずれでもない中道を説く。中道っていうのはね、これをみんな中途半端な道ってこう見るからそれでは違う。そうじゃない、中道っていうのはね、的中した道だ、あるいは的中した言い方だこの道っていうのは、まあ、この正法眼蔵じゃいつでも道徳とかね言うけれど、道をね言うっていう意味にもなる。もっと的中した言い方って言ったらそれが中道。いや、俺のうちは金持ちでって言っておめでたい顔してるやつがいる。これはその滅を感じてないから純の方ばっかり感じてるね。で、その滅を感じたらそのふっと金がどっかに消えてっちゃうことあるわけだ、ね、そしたら金持ちが金持ちでなくなるわけ。じゃあ 俺のうちは貧乏人でって言って、これも間違ってる。事実集まってくるときはこれは金持ちになっちゃう。それで、あらゆるものがね、あのその呪ってこともあるし滅ってこともあるわけね。私だってこの冬頃はね、バカにこう健康でね、それであのピューピュー風が吹いてる、うん、あの中でも、宇治川辺である秀息さんにも言ったんだけど、ほんのちっとも風邪ひくような気分しなくてね、いてたらちゃんと風邪ひいただからね、あの俺は健康だっていうのも間違ってる。じゃあ俺はもう病人だっていうとちゃんと治るそれでね、あの結局当たってるっていうことは何かっていうとね、あの陰もや太く、不陰もや太く、陰も不陰もそう太く、何時そもさんということなんだ。そういうことね。で、それで直視、この直視妊娠検証上、これは結局私がいつも言う生命の実物だ。この生命の実物は無とも言えない、無とも言えない。では何というか、切事一物即不中だ。あの一物を切にせんとするに一物を切にせんとするに、すなわち当たらずだね。それが中道ですよ。当たらないってことが当たる。
でつまりね、その本当の生命の実物っていうのはカチンときてね、梅干しの種みたいに、あ、これが実物ってね、カチンって歯応えのあるようなもんじゃない。そうじゃない、うと無と分かれる以前、あるいは生と滅と分かれる以前、あるいは真と妄と分かれる以前、迷いと悟りと分かれる以前、自分と他人と分かれる、あるいは自分と自己と世界と分かれる以前、もちろん幸福不幸っていうのはそんなもんの分かれる以前、私幸福って言ったら何かと思ったら結婚したりなんて、なんかバカなもんそんな、あるいは結婚したのが不幸の始めかもそれでその辺は決まってないんだから、でそういう一切二つに分かれる以前が陰謀っていうね。いや、もっといいや、陰謀と不陰謀と分かれる以前、徳と不徳と分かれる以前、そういうのを陰謀、あるいは何時相参っていうね。それで結局ね、本当の生命の実物っていうのは何とも言いようのないものっていうより他へ言えない、切実も即不中だからね。まあ、この次読んでいく仏性の巻っていうのはまさにその話になってくるんでね。それでまあ予備段階としてこの陰謀の話してる。でだから絶対間違いないことはね、いや、みんな一生懸命悟りして、なんかカチンと歯ごたえのあるいい悟りを開いて、そしていい境界になりたいって、そういう悟りの境界っていうのをね、梅干しの種みたいな、梅干しの種みたいな悟りっていうのは全く無意味だっていう。だけどそしてまたそういう一切が分かれる以前の悟りと迷いと分かれる以前、生と死と分かれる以前、うと無と分かれる以前、そんなものはどういうもんかなって言って頭で考えた、向こう側を置いて考えたら話違う全く違う。そういう実物を私自身、みんな、いや皆さん自身だ、生きてるってことね、それが何時そもさんです。いいですか、そこんとこよくあれしなきゃ、よそごとに考えてな、そういう不可思議微玄妙の境界はどういうことかです、そういうことがやっぱり座禅すると分かるんですから、そんなことじゃないんだ、本当に今事実そういう実物を生きてるから生きしてんだ、生きしてるっていうのはこれね、本当に生きと死ぬと分かれる以前ですよ、事実ね。生きってやつは頼りないもの、本当に出っ放しになったらもうそれで死ぬんだし、入りっぱなしになっても死ぬんだし、でこれ本当につかみようのないもので、それが何時そもさんです。そこんとこね、だからどういう境界かなって言って考えちゃダメだ、結局ね、それで向こう側を置いちゃダメだ、今私自身がいつでもそういう陰も不陰も相不徳を生きてる、で誠にそれ陰も不陰も相不徳なるゆえに陰も不徳ない。いやだからそういう陰も不陰も相不徳っていうね、要するに何とも言いようのないもの、だから陰も不徳だ、
不陰も太くなる。で陰もは陰もを言うなら、そういうことを陰もだっていうのがあってね。そうそうそうね、私の自宅のなんかね、あのポケットの、ポケットの中にね、メガネ入ったらもうメガネ持ってそうなんですよ。それで結局、そういう陰もはですね、無限の同様にあらず、無限の同様にあらず、限定して言えるもんじゃない。それからさりとて無限定なのでもない。要するに決まってこれだということもできないけれど、また全く何にも決まらないんでもないということね。それで事実さ、修行、一切修行は一切修行なんだし、生きてるやつは生きてるんだし、山は山なんだし、水は水なんだし、ちゃんと一応の樹があるからね。それで一応で雲は雲だ、なんかあるような気がする。しかしそれじゃないのかっていうと、ないんでもない、あるんでもないですよね。で陰もは不徳に山岳すべし、不徳は陰もに文書すべし。でね、これは結局お釈迦さんの前は諸法実相って、これはその諸法実相は何かっていうとね、結局ね、悲想っていう、悲想っていうことなんです。本当にありのまんまの姿って、それは何かって言ったら、そうでないっていうことで、実のそうはそうである、そうにあらず。これはまあ今後般若経にも書いてある、税実相者即税非相、税公如来説明実相というね、そのこの実相はすなわちこれ相にあらず、このゆえに如来は実相と名付く。要するにそうでないものを相って言うね。私はまあいつでも私の今の生活は毎日散歩して空見てるだけが私の生活だからね。そうすると話題っては雲以外ないんだ本当は。で雲見てるっていうと、雲ってやつは面白いやつで、こつねんとして現れ、こつねんとして消えていく。ところがね、その雲のあるのかと思うとない、ないのかと思うとあるっていう、ね、そのあり方がまた我々地上の世間一般の全てのあり方でもある、この世のね。でみんなが雲にあんまり興味も持たないのは不思議だなもっと雲を本気になって見てください。雲みたいに面白いやつがないよ。もうこれから入梅時になると、雲ってやつは私は前は入梅時嫌いだったんだけどね、この頃は好きになった。っていうのは、雲が一番美しい季節は入梅時だ。雲が、いろいろな雲が本当に華やかに現れるもの低い雲がありゃ高い雲がありゃね、いろいろある。でまるでシャバ世界見てるようなもんだ雲はね。でシャバ世界だとちょっとこううるさいやつもいるけれど、雲ってやつはその点を淡々としてるとこがあってね、で本当にいいね。で雲はまあ皆さんももっとよく見ておけさ。でそれは
だから陰謀は不徳に山岳すべし、不徳は陰謀に門主すべし。結局本当の実相を、実物を見ようと思ったら、その悲壮に、悲壮ですね、相にあらず、それを見なきゃ。で、不徳、悲壮を見るんだったら実相を見なきゃならないですね。釈迦の陰謀および不徳、ひとえに仏量のみに変われるにあらず、あらざるなり、え不徳なり、ご不徳なり。要するにそういう、あの陰謀とか不徳とかっていうのはね、それはひとえに仏量に変わらないっていうね。いや、仏量っていうとね、仏さんっていうね、昆布や昆布塊しこりができるもん、仏っていう言葉を持ち出すとね。で、今度はえっていう、えすっていうね、そうするとまたえっていう昆布塊しこりができるでしょ。それから悟りってはまた悟りっていうね、昆布塊しこりができるです。一切ね、そういう昆布塊しこりができる以前、形成以前、それが生命の実物だし、それが陰謀だ。で、不徳なりご不徳なり、得するってこともできない、悟るってことも不徳だ。できないってはまた、はい、不徳だ。で、総計断体感禅師、ちなみに南岳大下禅師に示すにはこれ何者か意味もない。これはまあ一番初めに、あのこの陰謀の巻の一番初めに言いましたがね、要するに南岳大下禅師が初めて六祖のとこ行った。そしたら六祖が何者より、何のところより来たの、どっから来た、スーザン暗黒神のとこからやってまいりました。行ったら何者か陰謀に来た、何者かこれ陰謀ないと言われた。そしたら死、おっことまたわず。そしてここにおいて修理すること8年、まさに電話をパスって言って、あの8年、それから以後何者かこれ陰謀ないと言われたんで分かんなかった。そのまんまだから六祖のところにずっと南岳大師は修行してですね、で8年経ってから初めてその何者かこれ陰謀来って、おっしゃったことが分かりましたというとこからの話ですからね。で、それです。この道は陰謀はこれ不義なり、不義なるがゆえに、これ何者なるがゆえに、万物必ず何者なると探求すべし。で、だからね、一切分別以前の実物を今ここじゃ、この要するに義、不義、え、不義の分かれる以前の実物ですね、それをここで今不義と言い、不義という。で、それがその、あ、これはこれだって決まらないところで掴もうっていうの、掴むんじゃない、掴まないまんまっていうことだからね、これは不衛です。で、また疑ってんでもない、そういう実物だ。これは規定以前でしょ、断定以前だ。で、何者っていうのはそういうこと。一物必ず何者なると三級すべし。だから私が毎日作っちゃって雲さながらに虚空に浮かぶっていう詩作ったよ要するにみんな雲みたいに、それで虚空に浮かんでんだ。で、何者は偽弱にはあらざるなり、陰もないなり、結局ただそのまんま現れてるっていうだけ。これはまあ陰もの巻はそのまんま。で、